お願いします。はい、お願いします。管理者から、はい、お願いします。はい、中ではどういったやり取りをされたんでしょうか。そうですね、まずは今のりの状況についての意見交換をさせていただきました。その後私の方から今回の自衛隊の支援使用要請につきまして、まずは今回の要請は国防の問題であって、このように安全保障環境が厳しい中で、受け入れていただきたいというお話をさせていただきました。そして合わせて、覚書付属資料を変更させていただきたいということは受け入れていただきたいということと同じ趣旨だということも合わせて申し上げました。それから私の運営委員会の説明など15箇所の支所において防衛省さん、事業主体の防衛省さんが説明をしているわけですけれども、まだ3箇所説明ができていないところがありまして、早津江と南川添と足利ということでありましたので、こちらの方もそういった環境を説明ができる環境を整えていただきたいという話をさせていただきました。それはもうタイミングを見てということでお答えいただきました。いろいろ今ノリの漁期がありますので、そういったものも見ながらということで、ありました。その後、いろいろお互いのことに関して、意見交換する中で、そうですね、一つは国が事業主体で当事者なので、国として、説明責任を果たしてもらいたいという流れの中で、徳永組合長さんからは、どちらかというとこう漁業者に対してその、札束でというか措置の面が先にこうどうしても説明の中で出てしまうんだけれども、そういうことではなくて、国防なら国防という観点で、必要なんだという趣旨を正面から訴えてもらえないかなというお話があります。私も全く同感で、これに関しては国防という皆で分かち合わなければいけないことについて、私も受け入れを表明したわけでありまして、ぜひ防衛省さんにはそういった本来のあり方趣旨ということをきっちりと説明された上で、さまざまな今回の措置というものについても説明いただきたいというようなことについて話し合いをしました。5月に知事が説明された時とちょっと違いがあるとすれば、その公害防止協定の変更と受け入れが同じ意味なんだということを強調したということですか。もともとその5月の24日にもお話しさせていただきましたけれども、昨年の8月でしたかね、私が受け入れ表明したとき、その時には公害防止協定の変更について申し入れをさせていただくという決定を私はしたわけなんですけれども、そこの言い方が鶏か卵かっていう話に議論されたりすることもあったので、もともとその協定というものを直すということは受け入れるということなんですよね。逆に受け入れるということでなければ直す必要はないわけです。ですので、その修正を申し入れたということ自体、私がその受け入れていただきたいというこの昨今のこの国防の問題で要請があったからだということと同じ趣旨だよというのは十分これまでも伝ってたと私は思っていたんですけれども、改めて説明させていただいたという。まもなくのりも繁忙期を迎えますけれども、どういった形で今後協議を進めていくことになりそうですか。これは特に南川添地区は地権者の皆さん方も多くおられるところでもありますので、皆さん方がどのような形で、国の説明を聞かれるのかということなんですけれども、今日徳永組合長さんはじめ、組合長さん、それから専務さんと話した中では、なんて言うんでしょうか、
まあ、タイミングだというお話がありましたので、まあ、今皆さん非常に厳しい海峡の中で作業されておりますから、まあ、それが一定目処がついた頃というのが一つのタイミングなのかなと私は思いました。各社お願いします。よろしいですか。はい、読売新聞です。今言われたタイミングというのは、例えばその年末の、一旦秋目のりが終わる頃なのか、あるいはもうシーズン終わって来たらというふうに。もう私のこれ感想ですけれども、なかなかその冷凍から冷凍に行くまでの間、そんな時間があると思えないので、まあ、ワンシーズン一区切りについてというタイミングだというふうに認識しました。その点は知事としてはやむを得ないかなという、まあ、私はそもそもこれ事業主体は国ですから、私が急いでるわけでもありませんし、かといって遅らせることはしないと常々申し上げているので、はい、まあ、そういうペースで、いいんじゃないかと私は思います。よろしいですか。はい、十分です。はい、知事が今年5月に運営委員長の前で見直し要請されて、まあ、半年ぐらい経ってますけど、少し前進しているというような感触なんでしょうか。うん、そうですね、まず聞いていただいているということ、そういう環境になってきているということは言えると思います。ただ本当に今日も議論されましたけれども、国が本当にこの要請について、真摯な態度で、漁業者の皆さん方に向かい合えるのかというところがこれからの極めて大きな焦点だと思います。はい、はい、ありがとうございます。